って見て見て、ね、呪術のさ、ねむたんってやつ、劇場版の新しいやつだよね。劇場版のやつよね、うん、今日が25日だから昨日公開されたの。そうそうそう、うん、だから私はまだ見てないんですよ。ちょっと見たいよね、見たいなと思ってる映画ね。ちょっとさ、先にガチャガチャ見つけちゃったからさ、引いちゃおうかなみたいな。このさ、見て見て、おっこつくんとマキさんとトゲと、あとパンダとゴジョさんだね。どれが狙いたいの？そうだね、なんかパンダかわいいね、これ。パンダかわいいな。ゴジョさん狙いたいかも。ゴジョさん、ゴジョさん、うん、ゴジョさん狙いたいな。メインキャラクターじゃないっていうね。まあ、メインじゃないのを狙うっていうね。でもこのおっこつくんかわいいね。ね、うん。じゃあ何、パンダと五条さん。いや、パンダはちょっと違う。パンダは第一、パンダは可愛いか、可愛いけど第一狙いではないっていうことで、その出たらまあいいかなぐらい。うん、でも正直さ、そうだね、そういう意味で言うと被らずに、やっぱ人物を引き当てたいなっていうところはある。だから パンダは可愛いって言ったものの、その第一狙いではない。どれがいいの？おこつくん、五条さんを、トゲ。トゲ。トゲいいね。うん、トゲかわいいよね、うん。って感じかしらね。ちょっと映画見たいね、マジで。ね、映画見たいね。映画早く見たいね。しかもさ、主題歌もキングヌーが歌ってるよね。キングヌーすごい大好きでさ、そこも熱いよね。ね。出るといいですね。出るといいですね。とりあえず2、3回勝負できます、ね。かぶりたくないよね、私は。かぶりは嫌だね。かぶりは嫌だね。うん。そこがポイントなの。今日のポイントとしては被りたくないっていうのが強いね。なんでだって、これ全部フィギュアだから。そうだね。そう。お、ほら、トゲ出たよ。お、トゲ。これ中身が見えるタイプや。そういうことやね。そう、被りたくないっていう思いを超えてもう一回。五条さん出てほしいね。五条さん欲しいよね。五条さん嫌いな人っているの？どうなんだろうね。嫌いはいないんじゃないか。そうだよね。出てきた。ここ誰だ？ここなんか。おお。どうした？こっつくん。こっつくん。かぶんなかったよ。ね。いい感じやな。いい感じやね。え、どうするどうする。かわいいね、このフィギュア。かわいい、このフィギュア。ねえ、かわいいね。え、ちょっとごちそうさせないで、あとラスト行く。うん、ラスト。え、めっちゃ、あ、ごめんごめん。いきますよ。みんな念をかけて、念を。かぶりたくない、かぶりたくない、かぶりたくない。でるん、行くよ。でるん、あ、かぶんなかった、かぶんなかった。マキさんじゃない？マキさん。でもかわいいよ。かわいいね。かぶんなかったから今回は、うん、かぶんなかったってことで、よし、これで潔く、潔く。おこじょさんじゃなかったけど、まあ別に、これもトゲとか出たし、ちょっとみんないいからさ、うん、よし、今日はいい感じだじゃないかい。いい感じじゃないかい。かぶらない、かぶらないって気持ちいいもんやね、やっぱり。皆さん乾杯しましょう。今日の乾杯ドリンクはこちらになります。じゃ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 ーん。これはね、ジュエリーブレンドっていうやつ、コーヒーですね。乾杯。チーン。あー、美味しい。これね、結構飲みやすくって、私さ、前の動画で、前撮影した動画でお話ししたんだけど、カルディさんでコーヒーミルを買ったってお話ししたじゃん。違う、今めっちゃ刺せた。カルディさんでコーヒーを買ったんですよ。コーヒーの豆ね。うん、で、コーヒーミルで、コーヒーをさ、豆から引いたやつで飲みたいみたいな思いがあって買ったみたいなお話したじゃないですか。はい。
その時にこの前はカフェオレブレンドってやつをね紹介したと思うんだけど、今日はジュエリーブレンドってやつ2つ買ってきたんですよ、カルディさんで。で、このジュエリーブレンドの方がこの、なんていうの、なんていうんだ、ストレートっていう言い方合ってる？ストレートっていう言い方間違ってるかもしれない。なんかコーヒーの専門的な言い方があるかもわかんないんだけど、何も入れずに飲んだ時にね、めちゃくちゃ飲みやすい、このジュエリーブレンドは。酸味が少なくて、苦味も、多くなくて、なんか中間をいってる感じ、あの、コーヒーの図のね、まああったんだけど、コーヒーの図がね。っていう感じだからさ、みんなさ、ちょっとこれおすすめだから、もしカルディさんで何買うか悩んだらね、もし買ってほしいなっていう。でさ、この前さ、そのコーヒーミル買ったよみたいな話した時に、結構コメント欄で皆さんがコーヒーの話をしてくれてね、私全部読んだんだけど、結構面白くてさ、普通に参考になりましたしね。あと、どこどこのお店いいですよみたいなのもあったりとかしてさ、いや、マジで、たまたま近く通りかかったりとかして思い出したら行きたいなって思ったレベルやもん。で、もう一個ね、今日皆さんにね、見せびらかしたいのが、見せびらかしたいの。こちらでーす。じゃんじゃじゃーん。これはね、いわゆる俗に言うあれです、手作りっていうやつです。手作りお菓子っていうやつです。これはあのブラマンジェです。はい、なんかね、牛乳と生クリームと、あとアーモンドの風味がね、すごくね、あのいいデザートになっております。結構ね、簡単に作れるんだけど、私さ、杏仁豆腐すごくね、濃厚な杏仁豆腐、たまにさ、中華料理屋さんに出てくる時あるんですけど、あの舌触りと似てますね。なんか絶対だって、あの杏仁豆腐生クリーム入ってるでしょってやつあるじゃないですか。あの、さっぱりとしたさ、あの、寒天感が強いさ、杏仁豆腐も私、それはそれですごく好きなんだけど、この濃厚タイプの杏仁豆腐にすごくね、似た何かを感じる、このデザートは。はい、じゃあ開封していきますよ。呪術さ、皆さん映画見ましたか？映画さ、私映画まだ見れてないんですよ、マジで。早く見たいね。早く見たいんですよ、映画。でもさ、でも映画見に行く時間はね、今作らないといけないね。だからそう、作っていかなきゃ。なんかさ、リアルタイムでさ、自宅で映画のさ、チケット買って見れるとかって今ないのかな？今の時代そういうのないのかな？やっぱりちょっと遅れてって感じのイメージが勝手にあるんだけど、どうなんだろう。知ってますか、マサさん？知らないなぁ。え、なんかそう、それだったら私その映画館に行かなくて、あの、作業をちょっと中断して見るみたいな感じでさ、見れる時間を作ったりとかはできるなと思ったりしてるんだけれども、そういうのはやっぱりないか。さすがにやっぱり映画館に行かなきゃ見れないよね、やっぱり最初は。え、わかんない、そうじゃないのかな。もし知ってる人いたら教えてほしいですけど、どうなのでしょう。ってことでね、私はね、まだね、呪術は映画が見れてないんですよ。でもちょっとどこかでいつかは絶対に見たいなって思ってますね、やっぱり。よいしょ。一回全部開けようかな。もうさ、何が出たかはみんなもう見てるじゃん、ガチャガチャ。あのね、五条さんが出なかった。五条さんは出ませんでしたね。呪術廻戦はね、アニメもね、あれなのよね、最後の方まだ見れてなくて、だから全部見れてないんですよね。だからさ、もうあれだよね、映画さ行く前にさ、まだ見てないアニメの方もバッて見て、そっから映画館行きたいよねって思ってますよ。なんかもう見たいアニメとかありすぎて追いつかんのよな、最近な。まあ幸せなことなんですけどね、それがね、本当によでさ、そうそう、それこれわかんない、もしかしたらさ、アニメ好きあるある、わかんない、なんか人によってはあるあるかもしれんけどさ、あの、あ、これまださ、先見てないから見なきゃ、見たいって思ってるのに、そのもう見たことある人もう一回見るみたいなやつありますね、そういうのなんかこの気分の時に見たい系のアニメとかってあるじゃないですか。それはさ、もう見てんのにまた見るみたいな、そういうやつよなんか癒しアニメとかそれが多い気がするわ、私は。なんか癒されに行くみたいな感じよ。わかります？え、面白いんだけどこれ。え、面白いんだけどこれ。このさ、マキさんのやつさ、見てこれ。ピロピローンってしてる、ほら。ほら、ピロピローンって。あ、取れた取れた。ほら見て。ほんとだ。なんか、なんて言うんだろうこれ。メガネかね。あれだよこれ。あの、ピロンピロンってめちゃくちゃ柔らかい素材のプラスチックっていうのかしら、プラスチックなのかな柔らかい、めっちゃすごい手作り感ある。着脱式だね、今。着脱式ってことが分かったわ。可愛いよね。
これさ、お正月に合うくない思ったけど、こたつに並べたら可愛いんじゃないこのシリーズ。いそう。お眠たんシリーズ。お眠たんシリーズやろ。マジ眠たくなるわ。これちょっと、これはあれだな、ちょっと作業部屋に並べるのやめよう。なんか釣られそうやわ。なんか、あ、眠たくなってきたってなるかもしれんからね。はい、で、おっこつくん。これも可愛いよ。ねえねえねえ、これ映画でさ、活躍するんでしょ。見たいね、早く、ね、主人公だよね、確かね、映画大活躍やん、もう、うん、それ見なきゃね。はい、これトゲくん、かわいい。なんかさ、ガチャガチャもあれじゃない、なんかこう見つけてさ、なくなるとあれだからって言ってよ、なんか取っておきたくなるよね、なんかね。割かしすぐなくなっちゃうもんね、ガチャ。そうなのよ、なんかね、そうなのよ。やっぱね、言うてもやっぱガチャガチャってさ、いまだに人気なんだなって思うもん。これ次引こうかなとかさ、あ、なんかアニメ最後までさ見た後にさ回そうかなとかって思ってたやつがさ、次行ったらさもうなくなってるとかマジでありますからね、本当に。それはちょっとさ残念なのでね。先にも回しておくっていう感じですよ。いや、しかもさ、ガチャガチャってさ、なんか意外とさ、いろんなところにあるじゃないですか、街の至るところにガチャガチャってあるんよ。だけど、あ、今引きたいと思って行った日に限ってなくなって出るとかありません？そう、そういうことあるのよな。探そうと思ったらどこにでもあったはずなのにないみたいなやつよ。なんかそういうのあるよ、ガチャガチャって。でもさ、だからこそさ、見つけた時にさ、わって言って回すのも楽しいんですけどね。そこセットでさ楽しかったりはするんですけどね。確かにね。そうなの、それあるでしょ、やっぱりあるね、うん、そういうのもね。そうなのよね、一連の流れやない、なんか。いや、私思うにさ、別にガチャガチャに限らないところが私の中であって、なんかやっぱさ、今の時代ってさ、ネットで何でも買えるじゃないですか。で、私ももちろんね、物によってはネットで買いますし、あと同じ物でもその状況によってネットでポチるってことも結構あるんですよ。だけどやっぱりさ、その店頭で実物を見て、今ここで手に取ってお金を払えば今ゲットできるみたいな感じよ。そう、今欲しいってなってスッてゲットできる感じっていうのはさ、やっぱりこう時差がないっていうか、やっぱそれはさ、その時差がない、時差がないのよ。うん、時差のない喜びって絶対にあると思う、私は。時差のない喜び。そうだよ。例えばさ、このものが今早く欲しいんだってなって、買いに行けばさ、欲しいっていう気持ちのままずっと行動し続けてるじゃないですか。で、行動し続けて買えましたっていう。だから、なんていうのかな。もう、ずっと欲しいって思いのまますぐ買えた気持ちになる、なれるわけ。だけど、ネットの場合はさ、注文して、届くまでもう、明日になるまで届かないとか、もしくは何日か後にしか届かないみたいな感じで、一回、その、一回スッて切れるわけよ。いや、待って、ちょっとなんか変な話になってきたな。ちょっとこれは変な話になってきたぞ。やめとこう。やめとこう。やめとこう。なんか、ごちゃごちゃなってきたんではないか、これは。まあでも、そういうことよ。何の話してたんだっけなってなってきてしまいました。そういうことにしておこうか、じゃあ。はい、そういうことにして、しておいてくださいませ。はい。っていう感じでした。はい、なので私はね、ちょっとゆくゆくこの子たちをね、無事にゲットできましたので、この可愛いフィギュアをゲットできましたので、安心した気持ちで後々呪術の映画を見に行けるという状況になりました。はい。もう見た方は羨ましいな。どうでした？あ、でもあれだな、ネタバレになっちゃうか。まああれだ、まあでもそうですよ、ネタバレになっちゃうからあれだけど、まあ噛み締めてください皆さん、おのおの楽しかったなっていう、あ、見ました、楽しかったみたいなコメントとか欲しいですね。もし見た方はね。かっこよかったーって、すごかったーって。あれです、語彙力のないコメントよ。語彙力のないコメント。語彙力あるコメントだと分かっちゃうからね。あ、でも逆に、せっかく語彙力のあるコメントしてくれても、私が受け止めきれないっていう、そもそもの知能的に受け止めきれないっていう可能性すらありますので、まあまあそういう意味でも、なんか楽しくコメントつけてくれればと思います。はい。はい、はい、っていう感じでね、こんな感じでサブちゃん結構割と上げてますので、よかったらチャンネル登録して次のね更新待ってくれると嬉しいです。フィギュアの筆塗りチャンネルのメインチャンネルがフィギュアになってます。なんかね、好きな、あ、この推し来たみたいなこともあるかもしれないので、よかったらそちらも知らない方はぜひぜひチャンネル登録してくれたら嬉しく思います。インスタは私の写真だったりとか、フィギュアをこう持った写真とか載せてるので、よろしければツイッターもね、ツイッターとインスタも遊びに来てみてください。はい、今日はコーヒーとフロマンジェでお届けしました。フラマンジェですね。
コーヒーとブラマンジェで、ジュエリーブレンドとブラマンジェでお届けしました。ブラマンジェとコーヒージュエリーブレンドの提供でした。次回の MA 日和でお会いしましょう。またねー。